10月の初旬、大瀬良選手は先発を外してほしいと監督に伝えてるそうなの。思うような成績が残せない中、若手、特に玉村選手、遠藤選手が投げるべきだと考えてのことらしいわ。嫌な思いがあったのじゃな。大瀬良選手は、監督は何言ってるんだという反応でした。ずっと信頼してくれていた。19日の CS 阪神戦では7回1失点と監督への感謝の思いがこもった魂の投球で期待に応えてくれたよね。そんな大瀬良選手は自身3度目となる右肘の手術を決断。シーズン途中から痛みが抜けず、慢性的な痛みに悩んでいたそう。痛みを取るクリーニング手術は10月の下旬、年明けからキャッチボールを再開する予定で、来季には影響ないとのこと。責任感が強いだけに今年は納得いかないシーズンになった大瀬良選手。新井監督2年目は復活を遂げるシーズンにしてくれると期待したいね。ということで、大瀬良選手の裏話でした。